あ、ハチクロできたんだ。葉っぱ柄マリンスーツ。あ、こんな感じ。よし、じゃあ入ってみます。入れんのかな。お、入れた。ハッピー。ザベー。あ、これで潜るわけね。これ捕まえるのか。結構、うわぁ、素手で掴んだよこいつ。女子のパンツみたいな。水クラゲ、ほら掴むぞ。うわぁ、なんかキモいの取ってきたこいつ。イソギンチャク、これね。うわぁ、マジでこいつ恐れを知らんな。お、ホタテ。うわぁ、なんだ、貝柱がでかい。そこを見るな。てか、いるんだけど、なんか後ろに。うわぁ、あぁ、びっくりした。いや、マジで怖いやつじゃん。ラコスケ。あげるよ、じゃあ。コレクトしてくれ。ありがとう。あ、なに？おう。しといたのね。真珠。ああ、はいはいはい。あ、真珠をくれるの。売人じゃない。あ、一言。あ、まあいいよ。スーハー。まあ、めちゃくちゃ滑ってたぞ。わあ、かわいい。想定外の。おい。ああ、やだ。おおい、な、なに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 。おお、来た。殻割れよお前。あ、すげえ、面白。いや、マジで何もないかと思ったらこんなことあるんだ。え、キモ、これすごいな。腐った食べ物ってああなるんだ。これいいんじゃない。セゲルさんがその生と死について、やはり殺すか生かすかっていう二択を常にその迫っているから、今のところこの小さな生物の命を守ることによって何かね、気づきを得てほしいですね。